じゃないですか、たくさんのそれって。おい、パネってなんだよとはさすがに言えないえ、でもその前に今日のこんなの、まあまあ良かったのが腹立ってるわけ。あ、あ、じゃあ、ありますよ。シアモンさん、はい、シアモンさんは気になる会話とか。私、友人と食事に行った時に、隣でこう、カップルらしき男女の方がすごいもう仲良さそうに、もう私はもうカップルにしか見えなかったんですけど、食事をしていて、女性の方から、え、そうの彼女さんはどうなのって感じに言っていて、え、カップルじゃないのっていうのがよくあります。テーマパークに行ってもそういうのがあったんです。あ、テーマパークにカップルじゃない男女が行ってるってことそうです。感覚としてはやっぱり付き合ったりとか、こういうことじゃないと、行かない、ない？いや、もちろん行かないですよね。マツダさんがやっぱ一番気になる人だから今そうですね なんやろそれとちょっと違うのは、まあ、昔ですよ新幹線乗ったらなんか後ろで携帯のなってうわ携帯なってるやんって言ったらまたそのおばちゃんが出るんですよ、うん、出てで買ったわよ2億だわよもうすんごい気になるよめちゃめちゃ気になるさすがに俺顔に見たんですよ、はい、なんか細木和子でしょツイズもありました。何度目のドラマにまとめよう。これ気になるなこれで話しちゃうもうじゃんなもうじゃん